ベレンデン教は、かつて存在したスコットランド貴族の労働部、パーラメント。政治家、ウィリアム・ベレンデンが1661年に除されたが、七代教、ウィリアム・ベレンカーの死によって廃絶した。一族の放置ブロートンの現在の様子、フォースワンを挟んで、ファイフを演望できる。その祖、ウィリアム・ベレンデンは、ブロートン自由男爵領を要するベレンデン家の出身である。彼は、 大倉兄弟理や数密顧問官を務めた人物で、1663年には以後同家によって世襲されることとなる大倉省指揮部官に任じられている。ウィリアムは1661年6月10日にスコットランド貴族としてブロートンのベレンデン教に助せられた。彼は死の半年前に当園のジョンカーに脅威を継承させるべく、借位を王冠に返還。 死後の1673年に直居によって追認された。これ以降は、ジョンの子孫によって、脅威は承継された。二大教の彦にあたる五大教場は破産していたため、世襲職の式部官職は、スコットランド民事公訴院の命令に基づいて、競売に付された。その叔父の六大教ロバートは、式部官の世襲権を再任されたが、生涯未婚のまま、死去したため、脅威は、 いとこのウィリアムに継承された。七代教ウィリアムは、教位継承後の1804年に、親族からロクスバラ公爵を継承したため、教位は、公位に従属することとなった。しかし、彼が継承の翌年に、このないまま死去して、教位は廃絶した。一方で、ロクスバラ公爵位は休止となった。初代教には、子がなかったため、彼は、 母方のロックスバラ伯爵家の人物を脅威継承者とした。すなわち、二代教は、初代教の母、エリザベスの兄初代ロックスバラ伯爵の孫である、第二代ロックスバラ伯爵の4男にあたる人物である。ありがとうございます。